昼間の教練員って賑やかだよな。うーん、でもみんなどこにいるんだろう。旅人パイモン。お、セノ、久しぶりだな。ああ、スメールシティでお前らに会えるとはな。俺も嬉しい。今日はまた何しに？ひひ、別に大した用事はないぞ。道を歩いてたらでっかいキノコがあって、それを見たら最近スメールのみんなに会ってないなって思ってさ、それで会いに来たんだ。そうか。こっちも先日みんなでご飯を食べていた時にお前らの話題になったんだ。また旅でいろいろ収穫があったんだろう。二人を見ればわかる。本当か？お前たちもオイラたちのことを考えてたんだな。ああ、偶然にもな。まさか俺がこの続きを、近畿の後半部分を言うと思ってるのか？ちょうどグーには必ず善があるようだ。うわ、言っちゃった。昔のジョークをよく覚えていたな。よほど気に入っていたと見える。そろそろ認めたらどうだ。本当はとっくに俺の素晴らしいジョークに夢中なんだろ。はいはい、500モラだぞ、持ってけ。なんだ、賭けをしていたのか。しかもたったの500モラとは。500モラも負けたんだ。まさか足りないとでも言うつもりか。わかった。なら後でデザートでもおごってやろう。実は今から仕事に行くところでな。仕事中はそうすぐプライベートの自分に切り替えられない。それでさっきのジョークもすぐに出てこなかったんだ。あれ、なんかあったのか？いや、大したことじゃない。ただその当事者の身分が少々特殊でな。色々と考えた結果、俺が動くことにした。なんか手伝おうか？オイラたちこうして戻ってきはしたけど結構暇だしさ、一緒に行ってさっさと終わらせて。イヒヒ。なんだ、ずいぶん積極的だな。デザートをおごるという約束を破るんじゃないかと心配しているのか？違うぞ。そんなに分かりやすかったか？だがまあ、悪くない提案だ。スメールの英雄二人と仕事するのも特に問題はない。ついてきてくれ。見ろ、そこに興奮した様子のおじいさんがいるだろう。おう、あいつが事件の当事者なのか？そうだ、俺とリサ先輩の先生で、元ソロン派の賢者ジュライセン先生だ。トラブルに巻き込まれたのってセノの先生だったのかよ。まったく、わしは庭の手入れをするか酒を飲んでブラブラするくらいだというのに、なぜトラブルに巻き込まれにゃならんのだ。先生、友人を連れてきた。ああ、セノ、友人とな。お、待った。おも、空飛ぶ白い精霊と違法の格好をした人。なるほど、君らが伝説の旅人とパイモンじゃな。二人の噂はよく聞いておるよ。スメールの危機をいろいろと助けてくれたとな。オイラたちってそんなに有名人なのか？先生に友人の話をするのは何も不思議じゃないだろう。ああ、早速だが、事件の状況を簡単に説明しよう。およそ2日前、
先生のところに脅迫状が届いた。脅迫状？ああ、まさかこんな老いぼれに脅迫状を送る奴がいるとはな。これがその脅迫状だ。ジュライセン、お前の秘密を知っている。口外されたくなければ1000万モラを用意し、カフェの裏口に置け。くれぐれもこちらのことを探ろうとするな。お前にはこちらの居場所などつかめないし、こちらもお前とお前の秘密をずっと見ている。マハマトラに通報しようなどとは考えないことだ。ずいぶんストレートな脅迫状だな。よほどモラが欲しいんだろう。1000万モラも要求するとは、まったくふざけとる。こちとら毎日トマトと暮らしとるだけの独り身のジジイじゃぞ。1000万も出せと言われたところで誰に借りろと言うんじゃ。トマトにか？現状手がかりはこの脅迫状しかない。目撃者もいない状況だ。だから旅人にパイモン、どうすべきか一緒に考えてくれないか。うん、オイラも大丈夫だぞ。まずはこれを見てくれ。どこか怪しいところはあるか？鋭いな。この紙は触ると少しザラザラしていてキメが粗い。本でよく使われる紙とは違うものだ。それに見てみろよ、字が少し滲んでるぞ。インクのせいじゃないか？インクのせいでもあり、紙そのもののせいでもあるな。この辺りで手に入る紙のほとんどはこれよりキメが細かく、インクをつけてもこのように滲むことはない。この紙の粗さを見る限り、おそらく製造時に草を入れておるんじゃろう。これは教練員の紙ではない。一方インクの方はさして珍しいものではないな。シティの至るところで見かけるものだ。こういった黒いインクは紙に使うと少し青みがかる。犯人は教練員と関係があるのかないのか。見ろよここ、何か液体がついてないか？水ではないな。色のついた液体のようだ。しかも濡れた布で拭き取ったように見える。色のついた液体、お茶とかお酒とかか？どうやらお前らも同じことを考えたようだな。今からアーラブを探しに行こう。彼に頼まなければならないことがある。いたぞ。セノ様、ジュライセン様、それにお久しぶりです。旅人さん、バイモンさん。先生を脅迫しているのは教練員の人間の可能性が高い。年齢はそう高くなく、金に困っているやつだろう。あとスメールシティのカフェを調べる必要がある。あ、あのシミは脅迫状を横に広げたまま
コーヒーを飲んでつけたんだな。そうだ、あの跡はコーヒーのシミによく似ている。俺の知る限り、酒場やカフェでこういった紙は手に入る。香料を混ぜて作られたもので、客が何かメモをしたい時に使えるよう店内に重ねて置いてあるんだ。そう言われてみれば、確かに土産屋で見るような特殊な紙質じゃな。ザハリーも買った花瓶とかを包むのに買っておった。わかりました。すぐに人を手配してシティの関連箇所を調べてみます。うん、頼んだぞ。それからスメールシティの出入り口に見張りを置いてほしい。相手に警戒されないようお前も私服に着替えてくれ。わかりました。さすがセノ、考えが行き届いてるな。でも犯人はどこにいるんだろう。だな、もしかしたらとっくに家に帰ってるかもしれないぞ。で、ジュライセンに何か動きがあったらまた見張りに来るとか。その通りだ、パイモン。ん？何がその通りなんだ？犯人の態度だ。パイモンが言ったように、脅迫状の目的が金であれば、マハマトラに言うなと書いたところで無駄だろう。先生は何かしら行動をとる。そして犯人は先生と先生の全ての秘密を見てると書いていた。え？でもそうなると、うわぁ！見つけた。何をする気だ！脅迫状を書いた犯人だな。何のことだ？さっぱりなんだが。脅迫状？知恵の殿堂に入った時からずっと誰かにつけられている気配がした。お前は先生に脅迫状を書くほどの大胆さを持つ一方、正体を隠すのにはだいぶ慎重なようだ。ここは人が多い。だから俺たちはアーラブを探しに来た。行き交う人の中に必ず先生を見てる人物がいると踏んでな。俺はお前たちの話をちょっと聞いてただけだ。大マハマトラのセノ様がいるところには大事件がある。少し盗み聞きしたくらいで犯人扱いか？アーラブが離れた時、お前は笑っていたな。俺はそれをこの目ではっきりと見た。ただ笑っただけだ。それの何が違法だというんだ。髪に付着していた汚れはコーヒーのシミで間違いない。ただそれはお前がコーヒーに水を混ぜて軽くつけたものだ。そして濡れた布でそれを拭き取り、脅迫状がカフェで書かれたものであるよう偽装した。シティの封鎖はお前にとって痛くも痒くもない。何しろお前は最初からシティの中にいるんだからな。マハマトランがカフェに狙いを定めて捜査をすれば、お前が疑われることもない。カフェは花から目くらまし、先生を見張れる場所にお前はいた。冤罪だ。俺は何もしてない。そうか。ならどうしてそんなに震えている？罪を犯していないのならば、俺たちマハマトラを恐れる理由もない。だがお前は心拍数が上がり、まぶたも痙攣してる。どうやら嘘が苦手なようだ。だから俺は何も。動くな。さもなければ自分のしでかしたことへの代価を払うことになる。さあついてこい。結局あのウラカってやつあっさり捕まったな。ああ、わしもさっき外でタバコを吸っておったら、アーラブが戻ってきたのを見た。セノのところに向かったようじゃ。はあ、奴の風貌を見るにまだ30代かそこらじゃろ。こんなことをしでかした以上、おそらく将来は真っ暗じゃな。みんな調べがついたぞ。もうか？犯人の名前はウラカ。
ルタワヒスト学院の生徒で、今年で16歳だ。何？16歳？でも、ジュライセンはさっき30代かそこらだって。いや、調べに不備はない。確かに16歳だ。入学してまだ3年しか経っていない。ずいぶん老け込んでおるな。そうだぞ。はあ、まったく。まだ若いのにこんな悪事に手を染めるとは。一体どこで覚えてきたんじゃ。犯人の動機についても取り調べをしました。その話してくれ。何があったとしてもわしは平気じゃ。はい。浦香は決して優秀というわけではなく、その成績にも懸念があります。最近塾に通い始めたようですが、一方でギャンブルにはまり大金をつぎ込んでいたそうです。浦香が酒場にいた時、こんな話を聞いたとのことです。ジュライセン様は引退してから衣食住に全く困ることなく生活をしていて、毎日いくつかのトマトをめぐってシティのばあさんと四六時中喧嘩していると。シティのばあさん？あやつはミョーロン派の教授ザハハディじゃぞ。ザハハディを知らんとは学院に通ったことがないのか。そこは重要か。ああそうじゃったな、トマトをめぐってだとか、ちょっと野菜を育てとるだけでなぜ衣食住に困ってないことになる。先生がのんきに暮らしているように見えたんだろう。浦香はこうも言っていました。ジュライセン様は引退間際に砂漠から巨額の資金を不法に入手し、それを教令院に報告せず独り占めしたと。そして浦香はこう考えました。ジュライセン様はここ2年ほど新たな課題に取り組んでおらず、何もしていない。年老いた今ならゆすれるだろうと。浦香め、なんとも腹立たしいやつじゃ。まったく、どこから送ればいいかもわからん。噂というのは誰もが勝手に作れるものだ。だが先生が横領していないことは俺もわかっている。アラブ、後で適当な口実を作って浦香を尋問するんじゃ。わしの代わりに何発か殴っといてくれ。ジュライセン様、お気持ちはよくわかりますが、おっしゃるような行動はマハマトラの原則に反しますので。先生、子供みたいなことをしないでくれ。ふん、ただの冗談じゃよ。で、この件はどうなるんだ。教練員は浦香に相応の処罰を与えるだろう。それから先生がトマトとシティの老婦人に夢中になっていると噂を広めて中傷した人物についてはマハマトラが引き続き捜査を続ける。シティのばあさんなんぞに夢中になっとらんわい。でたらめを言うな。まったく理解できとらん様子じゃな。まだわからんのか。浦香はまだ若く、噂を信じて衝動的に過ちを犯してしまった。しかし結局わしは1000万を払っておらんし、事態も深刻ではない。傷つけられたとしたらこのわしの名誉くらいじゃ。先生、教練員はきっと公正な処分を下すだろう。安心してくれ。ああ、教練員を信じとるよ。じゃがわしも一階の教師として浦香の両親とは話しておきたい。あやつの家はスメールシティにあるんじゃろ。ああ。浦香の家の状況も調べてあります。両親はどちらも商人で、浦香が幼い頃から二人とも忙しく子育てをおろそかにしていたようです。ああ、まったく。証拠品の保管までまだ時間はあるな。あの脅迫状をわしに貸してくれ。夜になったらそれを持ってあいつの家族と腰を据えて話そう。両親には事の重大さを知ってもらわねばならん。関連部署の者はすでに証拠を確認し終え、浦香の処分について話し合いを始めています。脅迫状はジュライセン様に預けますので2日以内にお返しいただければ大丈夫です。
ほう、つまり2日でそちらの対応は完了するということじゃな。そんなところだ。こういう事件の処理はかなり早いからな。わかった。さて、皆には今回の礼をせねばな。飯でもおごろう。すみません、私はこれから用事があるので、皆さんで楽しんできてください。そうか、なら仕方ない。じゃが、瀬野は来るんじゃぞ。こうも早く犯人を捕まえられたのは瀬野のおかげじゃからな。そうじゃ、ティナリも恐竜院におったな。ティナリも連れてこい。あれ、ティナリもいるのか。ああ、最近ティナリの指導教員のナフィス先生がコレイとティナリを教練員に呼んで手伝わせてるんだ。この時間なら二人とも賢者の事務室にいるだろう。先生、ティナリを食事に誘うなんて、もしかしてナフィス先生を怒らせたのか。何を言っておる。ナフィスがわしを怒らせることはあっても、その逆はない。いいから早く呼びに行ってきてくれ。わしは旅人たちと先に店へ行って待っておる。あまり皆を待たせるでないぞ。自慢話というわけじゃないが、わしがルタワヒスト学院に勤めておった頃はこんなことなかった。信じられないならこやつらに聞いてみるといい。当時在籍していた教練員の学生なら誰もが承認だ。そうじゃろ。あの時は先生の課題があまりに多くてね、少なくとも週に4回は森で過ごして尻尾の毛がぐちゃぐちゃになってた。他のことにかまける余裕もなかったよ。教練院で起きたことは大体後から瀬野に聞いてたんだ。先生は引退してから随分穏やかになった。昔は自分を曲げないお堅い性格をしていたんだが。自分の考えをずっと貫いてたんだ。すごい。しかも肩書きも賢者だし。あの頃コレイが教練にいなかったのが残念じゃよ。もし教練に通っていたら君もわしの生徒になれたんじゃがな。そうなったらコレイもリサのことを先輩と呼ばないとな。リサお姉ちゃんっていうのも悪くないんじゃないか。あいつお姉ちゃんって呼ばれるのが好きだし。リサは学生の頃から先輩と呼ばれるだけですごく喜んでおった。お、また料理が来たぞ。こんなに注文して大丈夫なのか。遠慮する必要はない。食べたいだけ食べてくれ。足りなければもっと頼んだっていいぞ。今回の件は皆のおかげで大いに助かったからな。やっぱり君たちだったか。それにジュライセン先生もいらっしゃるとは。おお、カーベ、久しぶりじゃの。先月もザハディから君の話を聞いたぞ。最近はどうだ、順調か。ええ、まあまあです。先生もお元気そうで。そうだ、飯はもう食べたか。一緒にどうだ。ありがとうございます。ただあいにくお昼ご飯が遅かったものでお腹も空いておらず、晩ご飯も遅めにするつもりなんです。今日はランバドから酒を買おうと思いまして。そしたらみんなの声が聞こえたので様子を見に来たんです。今日はどうしてこちらに。何かのお祝いですか。はあ、どちらかというと厄介事じゃよ。わしが口外しない限り誰も今日の出来事を想像できんじゃろう。確かに僕が学生だった頃よりもひどいようだ。入学してから卒業するまでそんなことは一度だって聞いたことがない。そんなに犯人が若いなんて。親がそれを知ったらどう思うんだろう。価値観がまだ未熟な若者は時に大人よりも危ない道を歩こうとするものじゃ。それも仕方あるまい。それでもあの脅迫状の書き方ときたら本当に腹立たしい。これを見てみろ。これは確かに。こちらもお前とお前の秘密をずっと見ている。だから
知恵の伝道までジュライセンさんの後をつけたんだ。わしの息子がこんなことをしでかしたら思いっきり叱ってやるわい。幸い俺は真面目な人間で助かった。カーベン、品を包んだぞ。ああ、今行く。じゃあ僕は先に失礼するよ。皆さんはゆっくり楽しんで、また会おう。うん、じゃあな。待たせたね。コーヒー豆も入れてくれたかい？ああ、もちろんだ。さあ、おしゃべりはこれくらいにして、料理が冷めないうちにちゃんと食べとくれ。食べすぎてもうお腹がはち切れそうだぞ。うまかったぜ。わしもだ。たらふく食べたことだし、わしは歩いて帰るとしよう。今日は招待してくれてありがとう。次に会うときは師匠と一緒に作ったぐっすり眠れるハーブティーを持ってくるよ。おお、それは楽しみじゃ。多めに持ってきとくれ。他の年寄りたちにも分けてやろう。みんな羨ましがるじゃろうな。ええ、お任せを。ちゃんと包んで持ってくるよ。ああ、ではまたな。わしは帰って畑の世話をせねば。先生、気をつけて帰ってくれ。あと、トマトのことばかり考えてないで、夜は早く寝た方がいい。何を言っておる。わしはザハハリに勝たねばならんのじゃぞ。ほら、君たちも行った行った。みんな早く休むんじゃぞ。おやすみ。うん、気をつけて帰るんだぞ。さて、次は俺たちの番だ。え、どういう意味だ。ティナリとコレイと相談したんだ。お前らがスメールに帰ってきたお祝いを兼ねてキャンプをしようとな。キャンプ？おお、やったぜ。だろ、みんなで遊ぶのは久しぶりだから本当に楽しみだ。じゃあ明日の午後、ガンダルバー村の南東の川岸で会おう。持ち物は何もいらないよ。こっちでもう用意してあるから、楽しむ心だけ準備しておいて。うん、じゃあ決まりだな。ああ、じゃあまた明日。ひひ、来たぞ。お前たち準備が早いな。もうテントを張ったのか。うん、君たちもそろそろ着く頃かなと思って。一緒に釣りをしよう。釣った魚は夜食べるんだ。おう、任せろ。私も頑張るよ。この前他のレンチャー長から釣りのコツを学んだから、今日はそれを試してみるつもりだ。この辺りに美味しいキノコがあったから取っておいたよ。あと新鮮な果物もここに置いとくね。うわ、レンチャー長がいると外での遊びに全く不自由しないな。何でも用意してくれるし、なければ現地で取ってきてくれる。確かにそうだな。俺も森で苦労したことは一日たりともない。最近旅の方はどうだい。嬉しいことも悲しいこともあったな。けどどれも忘れられない思い出だぜ。そっか、後でバルベリーでも食べよう。今朝市場で買ってきたんだ。バルベリーで悲しいことが
去るべきだな。僕はただ君たちに美味しいものを食べてほしくて勧めただけだったんだけど、なんかごめん。あ、急にフルーツティーが飲みたくなってきたかも。ちょっと材料を取ってくるよ。逃げた。逃げたぞ。コレイは逃げたか。まさか見抜いたのか。俺がこれから、我が友よ、お前なら俺の言いたいことがわかるだろう。まったく。やはり俺のことをよくわかってる。俺が強者に挑もうとしていたのに気づいていたんだな。だが今から対戦を始めたら怒りを買ってしまいそうだ。まずは大自然を満喫するとしよう。俺に任せろ。薪、香辛料、お菓子、それに飲み物の準備ができたよ。コレイが帰ってきたらバーベキューを始めよう。テントは3つあるけど、2人はどれで寝る？オイラたちは左のやつにするか？ヒヒッ、こっちの方が雰囲気が良さそうだ。うん、確かに。でもこのテントは水辺に近いから、寝ぼけたキノコンがテントに入ってくるかもね。何もなければいいが、俺の武器を貸しておこう。入り口に刺しておく。キングデシレトの扉みたいだね。いいな、聞くからに鉄壁そうだ。ただいま。みんなちゃんとお腹は空かせておいた？うん。いい香りだぜ。いいよだれが垂れてきそうだ。もう少し待っててね。よし、そろそろ味付けをしても良さそうだ。焼き加減はどうする？おい、ステーキじゃなくてバーベキューだろ。でもステーキの作り方も参考になるかも。ミディアムで頼む。ならこれで十分だ。ウェルダンが欲しい人はもうちょっと待ってて。お腹いっぱいにならなきゃまだまだ食べられるぞ。私もお腹いっぱい、眠くなってきちゃった。眠いなら寝たらいい。パイモンもちょっと眠くなったでしょ。ここは僕とセノで片付けとくから、君たちは先に休んでて。今日のところは見逃すが、次こそ神聖なる決闘をしよう。おやすみなさい。はあ、もう眠くてまぶたがこつきそうだぞ。ああそうだ、ほら関さの杖だ。本当に持ってくるなよ。
この武器は強いぞ。試してみろ。いやいや、オイラじゃ持てないって。そうか、本当にいらないのか。万が一何か入ってきたとしても、オイラだって旅人を守ってやれるから大丈夫だぞ。またこう。召喚王にも似たようなシーンがあった。明日聞かせてやろう。今は体を休める時間だ。もう寝るといい。いい夢を。みんな、ここにいるのか。旅人、パイモン、すまないが起きてくれ。テントの中にいるんだろう。これを見ろ。これは、剣。テントに刺してどういうつもりだ。防犯か何かか。ああ、おそらくな。誰だよ、こんな夜中に。剣を解けるぞ。よいしょっと。アルハイゼン、カーベ？こんな夜中にどうしたんだよ。こんな時間に起こしてすまない。だが今は寝ている場合じゃないんだ。旅人、準備ができたら外で話そう。ちょっとしたトラブルが起きた。ジュライセンとセノに関わることだ。君たちに知らせる必要があると思ってな。最初から話そう。実は。洗ったコップはここに置いたはずだったが。あ、あった。俺にも一杯もらえるか。酒に合わせるクッキーはテーブルにあるか。ある。果物もだ。この新しいやつはあんまり美味しくないな。昨日セノたちが飲んでたやつを買えばよかったか。昨日飲んでたやつ。ああ、そういえば言ってなかったな。昨日酒場に行った時、ジュライセン先生がみんなにご飯をおごっていたんだ。セノにティナリ、コレ、それから旅人とパイモンもいた。そのテーブルに置いてあった酒がランバドの新作だったみたいで、美味しそうだったんだよ。彼らに何かあったみたいだな。ああ、君の耳にも入っているんじゃないか。ジュライセン先生に脅迫状が届いてゆすられたらしい。犯人は16歳で1000万モラを要求したそうだ。道端で人が話しているのを聞いた。犯人はすぐ捕まり、今は賢者が対応していると。ナフィス先生たちは一体どう思うだろうか。そうだ、ジュライセン先生がその脅迫状を見せてくれたんだが、実に粗末な作りだったよ。けどその紙に描かれていた模様が一風変わっていて綺麗だった。ちょっと待っててくれ。紙を探す。その模様を描いてみよう。
できた。どうだ、変わっているだろう。こういう模様の入った紙は見たことがない。犯人はどこで買ったんだろうか。実に面白い。砂漠の民が愛用する象徴的な要素が含まれている。ん？そうなのか。例えばこの尖った建物の輪郭、これは古代の宮殿のものに近く、黄砂の具合と陶影の作り方が似ている。これとよく似た古代の模様があったはずだ。もう長いこと使われていないが。その模様って？ああ、沈黙の殿の紋章だ。二人で話していたらどうにもきな臭くなってきてね。それで君たちのところに来たんだ。シティからここまでずっと探してたんだよ。アルハイゼンがおそらくティナリのところにいるだろうって言うから、ガンダルバー村に行き、今度はそこのレンジャー長からキャンプに行ったと聞いて、数歩も歩かないうちに村に物を取りに戻ってきたセノと会ったんだ。少し話したらすぐどこかに行ってしまったけど。沈黙の殿の紋章？それって怖いものなのか？まさか何か問題でも？ちょっと待ってて、コレイを呼んでくる。君たちはあまり知らないかもしれないが、簡単に言うと沈黙の殿は千年前からスメールに存在する組織だ。今でも教令院に行けば沈黙の殿の執務室が見つかる。彼らは名目上あまり広く知られてはならない情報や文献の管理をしている。ただそれは表向きの言い方だ。実際の沈黙の殿は今やただの抜け殻、学院制度下にある見せかけの存在に過ぎない。記録によると本物の沈黙の殿はキングレシェレトの七つの柱の一つ、知恵の頂点であるヘルマヌビスによって設立されたものだ。そのメンバーのほとんどが砂漠から来た人たちとなっている。だがあの執務室には一人として砂漠出身の者はおらず、砂漠の人間が使う紋章も使っていない。つまり教令院にある沈黙の殿は偽物ってこと？可能性は否めない。目的は何かを隠蔽するためだろう。でもそんな機密情報をなんでアルハイゼンが知ってるんだ？忘れたのか？アルハイゼンは代理賢者を務めたことがある。しかも辞職したのになぜか給料が変わってないときた。あ、そういえばそうだったな。じゃあ代理賢者をやってる間に機密ファイルを一通り見たってことか？執務室の書類に目を通すのは当然だろう。不思議なことにジュライセン先生に届いた脅迫状に沈黙の殿の紋章が入っていた。差出人は1階の教令院の学生だったというのに、犯人はまだ10代で、それに砂漠の人間でもない。どこであの紋章の入った紙を手に入れたんだろうか。さっきセノに会った時このことを伝えたんだね。ああ、聞いた瞬間すぐ走って行ったよ。ジュライセン先生に関わることならセノはもう動き始めてるに違いない。僕たちも行ってみよう。この時間ならセノは多分ジュライセン先生が最近住んでる家に向かったはずだ。沈黙の殿は教令院と関係があり、その裏には秘密が隠されている。それに関連する紋章が突然現れたとなると、きっと厄介なことが起こるに違いない。一度教令院に行った方が良さそうだ。うん、正論派で教鞭を取ってる賢者なら真相を知ってるはずだ。聞いてみてほしい。情報は多ければ多いほど教令院側も準備しやすいだろうからね。もしこの一件が
本物の沈黙の伝と関係あるのなら、ただの誤解では済まない。これ悪いけど、30人団のところへ行って伝えてきてくれるかな。セノとジュライセン先生の行方に目を光らせておくようにって。旅人とパイモンは僕についてきてほしい。一緒にセノを探しに行こう。ああ、各自行動するとしよう。ジュライセン先生はここ最近スメールシティにずっと住んでるみたいだ。トマト畑の世話をするために近くに家を借りてるらしい。じゃあそこに行ってセノたちを探そう。着いた。ここだよ。こんな時間なのに誰もいないみたいだな。セノって行動力があるし、ここに来た後またすぐどっかに行ったんじゃないか。その声はティナリかい。ザ・ハハディ教授、やっぱりあんたたちも来たんだね。神よ、今夜は一体何が起きてるって言うんだい。ということはセノもここに来たんだね。ああ、少し前にうちのドアをいきなり叩いてね、こう聞いてきたんだよ。ジュライセンのことを見なかったかって。あいつは朝っぱらから外に出ておって、いつ帰ってきたかもわからんと返したら、セノにジュライセンの家まで連れて行かれてね。すると奴がいなかったんだよ。セノはそれに気づいた途端急いでどこかに行ってしまった。私に状況を説明する暇すらなかったようじゃ。はあ、もしかすると何かまずい状況にでもなってるのかい。ジュライセンが留守ってことはまずいことになってるのかもな。ザ・ハハディ教授、ジュライセン先生が脅迫された件については。ああ、それなら知っておるよ。あの日私が家を出ると紙切れを握ったあいつが畑に水をやってるところを見たからね。どうやら一人で考え込んでたようじゃった。悩みを抱えてるくせに誰にも打ち明けようとせんかった。セノがあの日ちょうど様子を見に来ていなければこうも早く解決せんかったじゃろう。手紙を読んだセノはすぐに30人団に通報すべきだとジュライセンに言った。だがジュライセンは名前に傷がつくからと言って最初はそれを嫌がったんだよ。セノがどうにか説得してやっと折れたようじゃった。ジュライセンのやつ、なんでそんなに通報するのを嫌がってたんだ。この前の怒りっぷりからして隠そうとしてるようには全然見えなかったけど。ジュライセンは元賢者だし、教令院に恨みを持ってる者からのとばっちりを食う可能性も否定できん。だからセノも教令院に報告すべきじゃと必要に言ったんじゃろう。あの時私もその場に居合わせたんだ。どうやらジュライセン先生はこの件を公にしたくなかったようだ。一体どうして。ジュライセンのやつ、まさか何か危険なことに巻き込まれたんじゃないだろうね。あの老いぼれったら。ああそうだ、セノがさっき書いた手紙を預かっておったんじゃ。あんたたちが自分を探しに来るかもしれないから渡してくれとね。ありがとう。なんて書いてあるんだ。みんな、この件はいささか複雑で公にはできない。だから
しばらく俺の一人行動を許してくれ。ついてこなくていい。確かにセノが書きそうな内容だね。ありがとうザハハリー教授。最善を尽くしてセノとジュライセン先生を守ろう。だからどうかご安心を。旅人パイモン、ひとまず教練院に行ってみんなと合流しよう。